なかなかできないですよ。ボディーガードをつけちゃうとか、ヒップホップでビール受け取るとか、名古屋城をバックで、採算度外視で、赤字っすよ。こんな夢見せてるやついます？みんな不良なんですよ。超なんかトップっぽくて、名古屋やっぱと思って。僕ぶっちゃけ日本のラッパーのライブに呼ばれてないのに足を運んだの初めてなんですよ。やっぱりこう分かりやすく人にすごい夢を与えてると思うんですよね。自分たちもその姿を見て武道館やろうって思えた一人なので。エギさん DVD とか出てるんですけど、ちっちゃい頃に普通にファンで、なんか夢のとこに連れてってくれるっていうか、ヒップホップがファイトミュージックであるってことをずっと思い出させ続けてくれる人やなっていうのは思いますね。だからやっぱりスポーツ選手の人とかがめっちゃ効くんやと思うんです。忘れちゃねえあの興奮、夢の中であの日たどる、冷めたくねえあと5分、目が覚めて見た遠く、言い訳もしつかれた、ボロ負けにも塔になれた、人は笑う今なぜか雪はやがて。まあその当時の、まあ、日本のヒップホップっていうのはギャングスタラップが流星する前のヒップホップ、 US のヒップホップを、まあ、下地にしたような感覚で、まあ、我々やってたんですよね、東京の連中の特に。ただもうもちろん95、6年になればウエストコーストでは G ファンクでギャングスタラップでっていうのもすごかったし、まあもちろんイーストコーストの方もビギーだったりなんだったりって、まあいわゆるハスラーギャングスター的なラップっていうのが、まあ、だいぶ中心になっていってた時代だったんで、どんどんその不良性が高まっていったんですよね、日本のヒップホップ自体が。でその中で名古屋は特にそういう色が強かった。本当に96年7年そのぐらいだったと思うんですけど、東京の他のラッパーが名古屋に行った時に、大喧嘩になって、その話を当時、まあ、帰ってきた連中から聞かされて、いやマジ行かない方がいいよと、東京に対して敵意がすごいからと。ありました、ありました、はい、めちゃめちゃありましたよ。名古屋でライブしたら絶対揉めるとか潰されるみたいな話があって、実は僕はファースト、自分のソロのファーストのツアーを名古屋だけスキップしてるんですよ。まあ本当に行かない方がいいっていうのがみんなが言ってた当時のあれだったんで。いやもうみんな絶対行きたくないだろうなっていう雰囲気は分かってました、俺らも。うん、なんかやっぱよく喧嘩があったんですよ本当に。まあちょっとアンチ東京な空気がある状況があって、もうなんか某有名ラッパーが、名古屋で一番のメインストリートで土下座させられるのを目の前に俺は見てたりとかもあったから、だからめちゃくちゃあったと思う当時。みんなで1000円をバーッと出し合って、一発でステージに上がってノックアウトしたら総取りみたいなことを当時はやってた。だから多分そういうのも噂が噂で、多分行きたくない場所だろうなっていう、なんかどっちかというとやっぱ独特だったかもしれないですね名古屋は。東京もやっちらかして治療費だけどとんでもないことになってて、で治療費を払うために、名古屋オールスターズっていうイベントをやって、上がりを全部東京の先輩の方に持ってってもらってた。後に分かることなんですけど、それは
まあ、僕よりも年上のアーティストが名古屋でふざけたことやったからそういう風になったっていうのは後々聞いて、それはでもまあそうなりますよね普通に。でもその名古屋の中でもいろんなカラーが分かれてて派閥があったんですよね。いわゆるそのまあシーモネーター、今現シーモっていう方がいる、まあノーバリノーズとかっていう、まあちょっとザ・ヒップホップのポップスな方が好きな人たちと、まあモサドとかを筆頭に割とやんちゃ系なグループと、もう一個その WCC っていうウェストコーストな音楽が結構強い一派があって、普通東京だったらそれぞれで育つんですけどシーンが、名古屋ってやっぱ狭いですしやる場所が限られてるんで、どう考えてもいろんなところでイベントで顔を合わせることになるんですよ。だからすごいメルティングポットっていうんですか、非常に今思えば肥沃な土地だったなと思いますね。まあやっぱり常永、最初に自分がまだ19かな、19歳ぐらいの時に聞いて、イルマリアッチっていうことを知らないで聞いてたんですよ。で、外人だと思ってたんですよ。だけどよく聞いたらこれ日本語じゃないってなって、え、何これみたいになったんですよね。で、名古屋、名古屋みたいになって、そっからかな、その名古屋っていう存在が強烈に残ってたのは。19歳ぐらいになった時になんか少年院行って、少年院から帰ってきた時になんかヤングガンズっていうのを見て、そこにモサドとオジロブザウルスとマグマっていうなんか名古屋と京都と横浜のクルーが出たのを見て結構衝撃食らって、その中にトコナ X っていうのがまずいたんですよね。で、トコナ X 入りで名古屋のヒップホップが超気になって、名古屋に行ってみたら名古屋にはすごいかっこいいラッパーがめっちゃいたんですよね。俺らのそのガキの時のドンズバかっこいいみたいな、なんかもうみんな不良なんですよ、超なんかトップっぽくて憧れてめっちゃ通ったのを覚えてます。ハモンねー、一番早くその全国区になった人は多分あの人だと思うんで、名古屋っていうのを多分こういろんな土地に広めた人だと思いますね。で、名古屋の人たちがみんな気に入ってくれて、お前らイケてるとかってライブにめっちゃ呼んでくれるようになって、名古屋の人たちが一番俺らに反応してくれたって感じだったんですよね。あの人がいい言い方は今の俺はないし、名古屋がなかったら今の俺はない、アナーキーとしてのラッパーなんかないと思う。そこまで熱くなれへんかったら俺は飽きてたし、かっこいいやつはいるみたいな、でも俺の方がかっこいいことできんぞみたいな気持ちにさせられる兄ちゃんたちがいっぱいいて、今でもだから頭が上がんないですよね。そのトコナと割と僕はもうその双璧を成してるぐらい、 AK も同じぐらいすごい才能があるやつだなって見てましたね。名古屋のまあ狭いヒップホップの世界ですけど、そういう認識で多分みんないたと思いますね。モサドと AK 君は同い年なんですけど、モサド AK 君みたいな、なんかそういう感じでしたね。でフォビアもいて、で僕とかはもう本当そこの周りの一番下っ端みたいな、一個しか年は変わんないんですけど、そういう世界です。AK 見た時のことを鮮明に覚えてるんですけど、まだ真っ赤な服着てバンダナも赤で、もう手にチェーン巻いてんちゃうかなぐらい、こうわみたいな、もう不良なんですよね。名古屋やっぱと思って、手にチェーン巻いてるやついるやんみたいな、ぐるぐる巻きのめっちゃ怖くないですか、何ここ、でもそういう怖いので19歳ぐらいやったらやばいや、何ここみたいな衝撃あって、 B 忍者と AK に俺はクソくらって当時 B 忍者 &AK69 っていう2人組のグループだったんですけど、マイクコンテストっていう大会があって、で僕らも出てて、でそこの決勝で当たって優勝したのが AK だったんですよね。で当時僕あのノバビルっていうビルがあったんですけど、そのビルの上で服屋さんで働いてて、後輩で入ってきたのが AK だったんですよね。でまあ2人でずっとこう店番してる時にいろいろと話すこと多いじゃないですか。デモテープがあるからちょっとあのよかったら聞いてくださいって言って、でそのデモテープを家に帰って再生したら、その優勝した時の音源だったんですよね。
で、あっって思って、B忍者の AK69 だと思って、AK と B忍者がゲットチャンプっていうカセット、うん、作った時に、あ、クソかっけえ。2曲で500円で売ってたテープなんですけど、それを僕がビート作って、多分すごい数売ってるんですよ。で、本当に店に置いたら100本1日で売れるとか、そういうレベルだったんで、そのぐらいなんかこのストリートではブワーって売れてましたね。すごい話題になってました。フォビアとこうライブで一緒にステージ立ってる時から結構俺はこの人は絶対行くなと思ってましたね、実際。AK 君が歌う前のはもうみんな知ってたんですよ。カラオケとか行ってて、多分モサでのアルバムきっかけで歌うようになったんですけど、カラシニコフって多分やりだしたんですけど、お前これフック歌ってみろよって多分常滑さんが言ってできた曲がモサとフューチャリングカラシニコフフォビアコールドゲームって曲なんですけど、多分それが最初だと思うんですよね。すごいと思ったんですよ。すげえ奇抜だなと思ったんですよね。こういうことやる人って初めて見たんですよね。これ斬新だな、すげえインパクトあんなっていうの感じだったんですよね。うまいラッパーほど歌心があるラッパーだと僕は思っていて、ラップってざっくり言うとまあ打楽器じゃないですか。だけど打楽器ってきちんとキーがあるんですよね。やっぱドラムもちゃんと調整があるように。で、 AK はやっぱ耳がやっぱすこぶる良くて歌も歌えたっていうところから、ラップ自体にキーがあるやつなんですよ。初めて彼がスタジオ入って一緒に曲作った時にハモったんですよ、そのバースに。で、最初僕偶然かなって思ったら2テイク目も綺麗にハモったんですよ。で、あ、こいつ狙ってんだと思って、ライブ綺麗でしたもんね。音源のクオリティとライブのクオリティがあんまり遜色はない。昔からなんかすげえ引き立ってたんですよね、うん、みんな引き立ってたんですけど、あの時のその周りの先輩とかはまた違う引き立ち方をしてて、ハードな人がいっぱいイベントやってた場所なんですけど、登竜門的な、やっぱヒップホップをやれるクラブがこのビルぐらいだったんですけど、あと上にもあったんですけど、このビルを通過してる感じですね、みんな。一番わかりやすく言うと、やっぱ聖地みたいな、その修行場みたいな、ここはもう絶対通るよな。うん、よいしょ。おいYeah, this jam Japan. この手の音で変わってまう。これが見上げたもんだってマスキモラ。そうはさせねえ。めちゃめちゃ入ってました。ここのビルのパーティーはほとんど毎週パンパンでした。今からは結構想像できないぐらい尖ってましたね。納得いってなそうな感じがすごいしましたね、彼からは。なんか俺はそんなイメージありました。やっぱあの当時、まあ、名古屋って言ったらモサドで、だから常滑がデフジャムで契約した時のことも今でもすごいはっきり覚えてますけど、俺その時たまたま実家にいて、あのあいつから電話かかってきて、自分のこの実家のベランダに出て、なんかその実家のベランダが見えるこの公園の景色見ながらあいつと喋ってたの今でもすごいはっきり覚えてるんですけど、友として喜んだ反面、まあ本当は心の中ではすごい悔しかったですよね。同い年で同じラッパーなのに、やっぱり常滑は名古屋のスターだったんで、まあ自分もね
ちょっとずつなんか頭角を現し始めて、まあ今思えばいい勘違い、俺いけんじゃねえかなみたいな思い始めた時期ではあったんですけど、でもやっぱりその圧倒的さを、まあそのデフジャムの契約でもやっぱり見せつけられて悔しかったのもすごい覚えてますね。うん。だから俺はそのメジャーに行かねえっつって、まあ半ばずっとそれが俺のなんかアイデンティティみたいな感じになってましたけど、本当のことをぶっちゃけて言うとメジャー行けなかったっていうところからスタートしてるんですけどね。うん。常滑さんとかが亡くなったタイミングで、多分名古屋の人がみんななんかターニングポイントというか、そこまでは結構言ったらノリでやってた方が強いと思うんですけど、だけど常滑さんが亡くなったタイミングって結構みんなすごい考えたと思うんですけど、多分 AK 君もそこなんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃなやつだったんですよ本当に。褒められたもんでは全くないんですけど、でもすげえキュートな男で、なんか本当にその友がねいなくなったっていうことでもう本当に悲しかったんですけど、でもなんかみんなが立ち上がらなきゃいけないみたいな、なんかそういう、うん、いい悲しいけどいい衝撃みたいなのが名古屋に走ったのは確かでしたね。で俺もその時、まあ、その B 忍者っていう相方もまあちょっと道が違い始めちゃって、一人でやってかなきゃいけないっていうところで、死んじゃったけどなんか与えてくれたなんか使命感みたいなのはすごいでかかったですね。ダイヤモンドホールには似つかわしくないぐらいの舞台セット作って、何この人こんなに気合い入れてんだろうみたいな、すげーみたいな感じでしたね。あの当時だと結構革命的でしたね。マーダーゼイホールっていう昔のイベントがあって、名古屋のそのオールスターが集まるイベントみたいなのがあったんですよ。で俺はもう個人的にそこに出るのが夢ぐらいのレベルの本当にイベントがあって、それがダイヤモンドホールでやったんですけど、それを一人でワンマンで埋めるって嘘でしょっていう、その時の当時だとレベルもうほぼなかったんじゃないかな。ダイヤでヒップホップの現場をやれるっていうのはまだ本当にライブハウスでラッパーがイベントするっていう文化はなかった気がしますね。だからワンマンっていう考え方がなかったんですよね。ちょっとずつまあ名古屋で人気が出始めて、でワンマンできるかもしれないってなった時に、俺北海道のノースコーストバッドボーイズに出会って、で彼らはやっぱ俺たちと一緒で地方のなんか東京に負けねえようにやらなきゃみたいなのすげえ強くて、衝撃だったのがキャンピングカー、あれを買ってあれにその自分たちのジャケットをラッピングして宣伝カー、要はその時アメリカでラッパーたちがやってたことをやってたんですよ。ああと思って、で彼らはそのイベントだったかな、どっちか忘れたんですけど、とにかくなんかセットを組む、その概念がない俺たちからしたらああと思って、すごいハッとさせられて、で俺たちもこういう風にやりたいと思ってちゃんとセット組んでちゃんと演出をしてショーとして見せるっていうことをやってみようって。大変でしたけどね、本当もう自分たちでもう照明会社に本当にピンポンで行って、で話聞いてください行って、足場の社長やってる同い年の連れがいるんですけど、それと春日井の足場の置き場に行って、そこで仮のステージを足場で組んで同じピッチ でそこでダンサー呼んでリハーサルとかしてましたね
今思うとマジになってえと思うんですけど、でもそうやって本当に見よう見まねじゃないですけど手探りでやりましたね。ここに集まってくれたこのライブの証人になったみんなみんな本当にありがとう。 Yeah! AK69 今やれることは詰め込んだぜ。だけど俺はどん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 成長していくからよ。次俺がヤバいライブだぜって呼ぶときはこんなもんじゃ済まさねえぞ。まあ今 見返すとそのダイヤモンドのライブってすげえツッコミどころある、まあ俺からすると本当にあの恥ずかしいライブだったんですけど、でもその時に確認できましたね、これなんだっていう、かますところが必要だっていうことはその時に学びましたね。うん、それが2006年なんですね。Hey yo, listen up, everybody 腹の中のもんぶちまけ like a bomb 掲げろその誰にも負けない Go, go, low、hey, din, din, めっちゃ聞いたし、しかもなんかこう攻めた感じあったやん、踊りついてたもん、踊ったやん AK と思って。名古屋ですごいイケてるやつがいると、 AK69 ってやつがすごく売れてきてると、で東京でライブがあるって話を聞いて、僕ぶっちゃけ日本のラッパーのライブに呼ばれてないのに足を運んだの初めてなんですよ。やっぱメジャーじゃないし、まあ、メディアの扱いもすげえ悪かったし、なんでこんなダセやつのインタビューがデカデカ載ってんのに、俺より人気もねえくせに、なんなんだよみたいな、本当になんかメディアに対してすげえムカついてる時期あって、俺がもう取り上げざるを得ないとこまで行けば取り上げるだろうみたいな、そういう意地みたいなのもすごいあって、でそれでディンディンドンでその全国になり始めて、まあ、メディアのオファーとかも来るようになって、AK69 というラッパー自体を認識するのは多分ディンディンドンですね。僕は高校生ぐらいの時で、やっぱりまず一発目は歌も歌えるんこの人っていうのがびっくりしましたね。しかもラッパーのラップ歌というかはシンガー的なそのメロディーラインとかもこんな思いつくみたいな感じので、それが一番俺の中でうわってなったのが、And I Love You So ですね。普通やったらサビでこの 1,2 展開したら終わりかなと思ったら 3,4 もっと気持ちよくなっていく展開が来るみたいな、すげえこの人みたいなのはあの曲出た時には思いましたね。電車の中とかで大学生ぐらいの子とか、お前 AK69 とか聴かなあかんでみたいな、 EXILE ばっか聴いてみたいなこと話してて、アンドアイラビスを知らんのとかって言ってて、うわーここまで広がってんねやみたいなのは、ラップ多分聴かなそうやなみたいな見た目のコーラにも広がってたのは10代の時思いましたね。だその時に多分 AK さんがインディーズでかつものすごいセールス叩き出すみたいな時期というか、僕たちの感覚で言うと J-POP の有名なアーティストさんとかと同じような感覚だったと言いますか、カラオケで同世代で AK さんの And I Love So 歌わない人いなかったんで、やっぱヤンキーでカラオケ文化すごいんで、カラオケ行ったら大体履歴とか見るんですけど、 AK さんマイページにいましたよね、ずっとどのページにも。5階建てぐらいのカラオケ屋があるんですけど、1階から5階全部カラオケみたいな、全部 AK さんだったんで本当冗談じゃないです、あの本当に冗談じゃなくて本当にどの部屋 もう AK さんだったんで、女子は加藤ミリア浜崎あゆみ、男子は AK さんみたいな本当にそうだったんで、南大阪でいうと AK さんの And I Love So、 これと、三木道三さんの Lifetime Respect、 これも必須ですね。必須でカラオケで歌えた方がいい曲ですね基本的には。 AK の大好きな曲があって、 Iron Horse、 俺は大好きなんですよ。地方バカ旅もセイス、
まさにその地方馬がダービーを制すっつって、もしかしたらあの曲の中の追い抜かれる側として俺のイメージがあったかもしれないなとも思うし、すごく刺激もされたし、あの当時だとアルバム1枚に対して1曲は絶対こう言ってたと思いますね。ダメだもう日誰か kill me、 いいけど散々クソなルーティン、 Yo hold on wait a minute、 またこぼれる誰かの涙。僕兄がニコールにいるんですけど、その兄が AK さんとモノ世代で、それこそ雑誌とか AK さんがバーンって乗ってて、まあ、なんだこの人すげえなと思って、超ネックレスつけて超いい服着てみたいな、なんかその当時のラッパーとかやっぱりちょっといなたい人とか多いイメージだったんですけど、ラッパーだけどすごく稼いでそうだなって思うような感じで、やっぱその時めっちゃやっぱ日本語ラップ自体が多分冬の時代というか、ほんまに好きなん地元に俺ぐらいちゃうのって思うぐらい浸透してなかった。まあもちろんアンダーグラウンドでめっちゃ好きな人はおったんですけど、ラップとか音楽とか興味ないような人らっていうところにも唯一リーチできてたのはほんま数えるぐらいしかいないんですけど、その中の一人が AK さんという印象でしたね。でちゃんと定期的にアルバムも出してて、でちゃんとこうイベントでも名古屋のクラブでリリースパーティーやったやつが次はもう一つでかくなってて、ダイヤモンドホールになってゼップになって、それこそ外資ホールになってっていう、この階段の上がり方がなかなかできないと思いますね。今でも覚えてるんですけど、先にまあ僕らはちょっとまあ世間的に認知されて、その時ね彼まだガソリンスタンドで働いてたんですよね。でまあ、その映像も、ね、あるんですけど、彼自身がそのプロモーションビデオであるんじゃないですか。そのガソリンスタンドで僕らの曲がいっぱい流れてたらしいんですよ。黒さんの曲がいっぱい流れてるとつって電話かけてきたんですよ僕に。で自分はまだ今ガソリンスタンドなんだけど、でも僕は僕なりのやり方で必ず上がっていくんでって言ってたんですよ。それから数年でしたもんね。あっという間でしたね、外資やるって言って。外資って分かりやすく東京とかの人に説明するなら武道館よりでかいんですよ。名古屋市民の僕らでも、え、本当にやるんすかみたいな。ただやっぱ名古屋ってその都市は都市なんですけど、東京大阪とかに比べると全然人口も少ないし、そういう中で普通にストリート上がりのラッパーがそのクラスのとこを満タンにするっていうのは結構本当リアルに革命だなって感じしますよね。その時もインドインディーのなんで、セットとかもすげえやばいの組まれて、それをチームとしてやってる AK とか見たら、あーやばいな。かっけえなこいつって思いましたね。誇りに思う。AK さん DVD とか出てるんですけど、ちっちゃい頃に普通にファンで待ってる時の時に動画撮られてみたいな、普通に DVD 出てたりしてて、俺はあの時これただやばいみたいな感じで聞いてたっすけど、実際今自分プレイヤーでやってる側で考えるとバケモンっすよね。まだ客の列は集中、全国北海道から琉球、街はこいつに勝ち、噂のレッマジック。
なんか結構昔に競馬やってみたいって言い出して、で G1 だったんですよね。3時40分とかに発送だと3時38分か9分ぐらいに閉まるんですよ。あれ買ってんのかなと思ったら、なんかずっとその場外買うところあるじゃないですか、 あるんですけどそこにいて、で後ろのおじさんとかが怒ってんですよ。わーみたいな、わーてめえふざけんねみたいになってんですよ。あのおっさんたちが大丈夫かなって、俺ちょっと距離があったんですけど、パッと見たら、あすごいっすよ、三連単もうボックス前頭買いで、前頭買いしてそのおじさんたちに配ってたんですよ。あいつやっぱすごいっすよ。あの次の年ぐらいじゃないかな、アイアンホース出たの。やっぱすごいっすよ、やること違うっすよ。あれからやっぱ10年近く経って並木橋でやっぱダービーやるときにおっさんたち、たまにやっぱこうやってるやついるらしいんですよ。はい、そんな話俺は聞いたような聞いてないような。やっぱり同業者になってこそ、まあみんなそうやと思うんですけど、同業者になった方がより AK さんの凄さ分かるような気はしますね。あの規模感で、でこう時代の流行りとかヒップホップなんて入れ替わりがめちゃくちゃ早いんで、そのシーンの中でずっと一線張り続けるってこと自体がこんなにエグいことなんやみたいなのはほんまに思いますよ。多分みんな思ってるとは思うんですけど。これも毎回やってることなんですか？そうですね、まあ、ステージもほとんどトレーニングのセットとあんまり変わらないんで、うん、これは大体してますね。今ずっとやってきて、なんか分かったことなんですけども、いつも武道館の前でもトレーニングして、で、まあ、いつも通りトレーニングして会場入って、会場で走って、でリハやって、リハの後パンプして本番やってってやってたんですけど、あんまりねやりすぎると筋肉こわばって良くないんですよね。このトライアンドエラー繰り返して分かったことがそれなんですよね。やりすぎる、気合い入れすぎると波状しちゃうんですよ、バーンって。このロースタートで本番前にこのちょうどいいところに持っていくっていうタイミングの作り方はすごい気をつけてますね。ライブってことに関してはすげえこのアスリートの側面がめっちゃ大事ではあるんですよ。体をしっかり整えてライブに向かう、エンターテインメントのためにプロとして準備をしていくっていうのは、その当たり前のことをしっかりやる積み重ねやったりするじゃないですか。もうなんか気がついたら結構脱ぎ始めたなっていうような。AK さんめちゃくちゃ食い物こだわってて、それこそパフォーマンスに影響するからっつってアレルギーとか全部調べて、だからその MV 撮影一緒にした時の打ち上げとかでこうあのステーキ屋やったんですけど、そこのボスみたいな人が、あ AK これ食えねえこれ食えねえかみたいで、若い子にお前鳥買ってこいみたいな、ステーキ屋なのにで鳥買いに行かせたりとかして、だから要はラッパーなんてのは欲望の塊なわけですよ。あれ食いたい、あれしたい、あれ飲みたいってわけなんじゃないですか。それを自分のパフォーマンスってとこ天秤にかけて、しっかりこのパフォーマンスが勝つっていう、だそこすごいなと思いましたね。僕が一番最初に一番言われたのは、そのまあライブのそのパフォーマンスの向上をもっとこう力入れていった方がいいっていうのを言われて、やっぱそのAK君はそのライブにすごい力を入れてるんで、すごいそこは結構いろいろ言われましたね。これの中毒で俺音楽やってるようなもんなんで、ずっと救われる瞬間でもありますね。結構何年間かライブ DJ もやらせてもらってて、なんかその当時持ち込みでサンプラー入れてドンドンドンとかやったり、ゼップ名古屋調子はどうだ、結構それは多分俺の予想なんですけど、その当時のこのヒップホップのライブの中でそういう機材入れ出したのは多分 AK 君一番最初だと思うんですよね。やっぱアメリカのライブとかを見ると、その当時はそのサンプラーを入れ出した人がいて、これかっこいいですねとか言ってやりたいってなって、で機材探してとかそういうのはやってました。どれだけライブをこうかっこよく見せるかっていうのにこだわってやってましたね。でそれからもう本当大きい舞台でやるときは照明とか音響とかもすごいこだわるようになって、
全部あの名古屋から来させてもらって。必ず酒井さんが来てやるんですか？そうですね、大きいとこで武道館だったりゼップツアーとかになると、今度は僕はそのモニター AK だけに、 AK が歌いやすい環境を作るっていうことが仕事になりますね。やっぱりそのブランディングとして、その小さいクラブをね回ろうが、そこでの最大限のパフォーマンスしたいっていうので、酒井さんをもう連れていくようにある時からなりましたね。うん、いつもほぼ同じクオリティで歌えるし、まあ、AK のライブはいいっていう定評は本当に酒井さんが一番初めになんか作ってくれたと思いますね。ここの四角ちゃんと直線でこのビーム分けずに一番太いので出して回すのとか忘れとらん？もったいないと思うよ本当。お前らここの最後のアウトのもうフラッシュ使って、もうこれゆっくりの動きとかやってマジ跳ねますね。で最後のデン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 、もう全部合わせるように。嫌だと思いますよ、本当。空気悪くなりますからね。一回出たこの照明のこの打ち合わせの時間みたいな本人は思ってると思いますけど、でもまあこれがないとやっぱ印象ってね作れないですよね。はい。お疲れ様でした。ね、いや、もっと思います。どうぞ。いや大変でした。AK69 のこのライブにかける違いっていうのとか経験だったりとか、このエンターテインメント力っていうのを見せようと思ったら、やっぱり俺の照明連れてこないとそれって再現できないですよね。だからそこはもうマストで、お金かかろうと関係ないと思って連れてきましたね。なかなかできないですよ。ボディーガードをつけちゃうとか、ヒップホップでビル受け取るとか、名古屋城バックで再三度返しで赤字っすよ。こんな夢見せてるやついます？ロマンですよ。作りたいものを作るんやったら赤字が出ても良くないですか？もしかしたら売れたらいいし、失敗してもいいし、作りたいものを作れる環境を作るっていうのが一番難しいですよね。子供たちがやりたいことをやるとか、好きなことだけやって飯食うっていうのができないじゃないですか。それができる俺たちは幸せもやし、それを作る環境が一番大事。いい車乗るよりも、それは AK は分かってると思う。サウンドチェック的な時の時点で俺は結構びっくりしましたね。あ、ほんまに名古屋城背景に歌うんや。ステージ上がったらその足元 LED みたいな。すごいっすね。やりすぎやろと思ってたんですよ。でそれでその日は最後まで折れずに先出ますって帰って、後々実際の放送を見たらヘリで登場して、ヘリで登場して雷みたいな稲妻みたいな AK さん貫いてカラス飛んできて、すごいってみたいな。あれはびっくりしましたね、ほんまに。まあ俺も AK も本当にアメリカのヒップホップが大好きで、それをもうバカみたいにこの日本で本気でやるみたいな。例えば今で言ったらバッドホップとか多分同じようなことなんじゃないかなと俺は思ってるんですけど。結構お金かけてる方だと思います、1回のライブに対して。うん、全然赤字ですしね。川崎育ち上かと我に気なみ、処理もこいつだけありもせる上チェーンや。やっぱそれこそ、まあ、AK さんがそうやってライブですごいお金かけてたの見て、やっぱ最低限こんくらいラッパーやんないといけないよなじゃないですけど、アーティストはやっぱこんくらいでかい規模でこんくらいのライブやんの当たり前にしたいよねって気持ちはすごくあるので、うん、それはやっぱりすごく勉強をさせてもらったところですね。僕たちも武道館とか、まあ、アリーナとかやらさせてもらおうと思ったのってやっぱり、まあ、前例がいたからというか、やっぱすごく AK さんの存在は自分たちの中でもちろんでかくて、なんかラッパーでロールスロイス買おうとか、
いい時計つけようとか、いいネックレス作ろう、作ってつけようとか、やっぱそういうのって前例がないとできんのかなと思うことも、やっぱ前例があるとすごく後輩たちにとっては勇気になると言いますか、自分たちも若い子たちにそういう背中を少しでも見せたいなと、やっぱそういうのはすごくやっていく上でその偉大さというか、やっぱそういうのすごく感じましたね。存在を認識したのはつれらいでどんな作品だったというか、スキヤのバイトで一緒で、俺が16ぐらいの時かな、一緒スキヤでバイトしてて、そこから知ってます。あ、そうなんですか。はい、あいつ頭おかしいですよ。彼がホールで僕がキッチンでした。俺は AK は今の AK が一番かっこいいと思ってて、僕ね、一番新しいアルバムが一番好きですね、今。イエローワックスと一緒にやってるバセンとか、最新のアルバムが一番好きになれるってすごく健康的なことっていうか、いい、素晴らしいことじゃないですか。俺ほんと AK さん似てる、似てるっていうか、俺 AK さん聞いて育ってるんで勝手に似てるんですよ。だから韻の踏み方とか、本当に最後の語尾だけで踏まない、ちょっと前の4つぐらいで踏んだり、16小節あったらちゃんと16回韻を踏みますっていうラップが近いと、なんか大体。AK さんはやっぱ外さない部分もあるし、そこは俺だいぶ見習ってる。だから自分のスタイルも AK さんのスタイルとちょっとに歌詞とか見たりしたら似てる部分めちゃくちゃあると思う。俺そこはいい意味で、あの、それが東海のヒップホップって思ってるし。イベント一発やって赤こいても後で取り返すというか、ヒップホップ的に面白いことをやるというか、すごいなと思うかな。徐々にこう人気が出てきた時は AK 君が出るとクラブが 100% 満タンだったんですよ。でそれのこの噂のどん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 この各地でこれをやってバズが生まれたっていう、本当ライブでこう現場でどん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 広がっていったって感じしましたね。飛び越えたりじゃなくて、ゆっくり行こうか、ちゃんと階段登った人だなと思いますね。ヒップホップがファイトミュージックであるってことをずっと思い出させ続けてくれる人やなっていうのは思いますね。なんかしかもそれが貧しい環境からの成り上がりってだけじゃなく、成り上がってからも戦い続けなあかんねんぞっていう、自分と戦い続けることでこのヒップホップの速い流れとか、この流行り廃りみたいなところにも抗い続けれるんじゃないかとかは思ったりしますけどね。だからやっぱりスポーツ選手の人とかがめっちゃ効くんやと思う、 AK さん。なあ、俺んたの鼓動はまだ止まっちゃねえ、だから何回だってやり直せるんだ、諦めちゃダメだって。あいつらが生きたかった今日を、あいつらが生きたかった今日を、死ぬほど生きようぜ。吐くない気、外は気、真っ白い気、切せない気、消せない気、消す前にそのエンジン、繰り返し繰り返し。俺の場合ってすごいふざけたやつなんで、まあまあこんな感じなんですけど、あの人の場合ってやっぱりこう分かりやすく人にすごい夢を与えてると思うんですよね。で有言実行だったりとか、大きいこともちゃんとやってっていう、ヒップホップドリームっていうのを分かりやすくやったのは彼なんじゃないですか。再び宿ること蘇る映像、本当は怖かった。
大体僕らがそのガキの頃に聞いてた人ってもう今結構いなかったりとかするんですよね。もうラップやってなかったりとか。だから僕たちもそういう背中をこう見てやっぱこう夢も見れますし、いつかこういうラッパーになれるんじゃないかっていうのをすごいその背中で見せてくれるようなあの存在のラッパーですね、はい、日本のルイ・ヴィトンみたいないろんなブランドがあるじゃないですか。いろんなブランドがあって何年前これよく着てたわとかなんかそういうのよくあると思うんですけど、まあ、ヴィトンは毎年買うじゃないですか。なんかずっと君臨してるというか。結局アホなんですよ。このなんかパリッとしてる感じ見せてくれやん。でもアホなんですよ。でもそこも好き、うん、アホじゃなかったら俺友達になれへんもん。でもそれってさっきの赤字やんのにライブやるのと一緒で、そのアホじゃないとロマン分かんないんで、それはガキの頃から一緒なんですよ。俺ガソリンスタンドで働いてる時に俺そこに迎えに行ったこともあるし、そこで AK エンジンでカレー食ったこともあるから、ほんま何もなかった時をお互い知ってる者同士なんですよね。俺と AK は変わんないんですよ。あの人はあのままで、みんなが変わったって言ってるかもしれないけど、あの人は変わらず進化ができる人で、ずっと進化してるんですよね。まあ、この業界はね、正直若いに越したことないですよ、音楽なんて。 AK は8つぐらいしたんだろうな多分。なんでそれだけまだ可能性が残されてたし、俺ができなかったことも頑張ってやってほしいなっていう気持ちがすごくあったというか。自分たちもその姿を見て武道館やろうって思えた一人なので、結果僕はなんか自分たちのこととかっていうよりもヒップホップのこのカルチャーが盛り上がればいいと思ってるので、何でもないやつらが人生一発逆転できる音楽だと信じてるんで、そこをしっかりとなんか若い子たちに伝えていきたいなと思います。負けたっていいじゃねえか、悔しい思いしたっていいじゃねえか、俺んたは生きてる限界の向こう側まで最高ぜ。もうそこに赤の意味みたいなのはもう赤が AK69 っていう風にもうなってるんで、今聞かれると赤って何ですかって AK69 っていうだけですけどね。今日も自然と別にこれ取材だから赤の靴下履いてきたとか あんのか、なんかなんかあるとどっかに赤が入ってんすよ、やっぱ自然と。で全身黒かと思いきやパンツ真っ赤っすからね。